フリードリヒ2世、フリードリヒ2世は、ブランデンブルク戦抵抗。フリードリヒ1世と、シモバイエルンランツフート公、フリードリヒの娘、エリーザベトの次男。ヨハン・レン・キンジツ・ジュハクの弟、アルブレヒト・アヒレスの2位。治療の統治に専念し、ベルリンの抵抗を排除して手に入れた、その強い意志から、鉄破口と呼ばれる。1440年に、父が死去した際、 兄・ヨハンが錬金術に熱中し政治的に無能であったため、次男であったが、先帝公くらいを継承した。1443年、ベルリンに新宮殿を建設したが、これに反対する住民の反乱を鎮圧1451年にこの宮殿に入った。背景には、中央集権を進めるフリードリヒ二世と特権の剥奪を恐れた市民の対立もあったとされる。 1470年に対、弟のアルブレヒト・アヒレスに、選定校くらいを譲り、1年後に死去した。1421年、ポーランド王ブワディスワフ2世の娘ヤドビガと、婚約したが、1431年に、ヤドビガが死去したため話は、立ち消えとなった。1441年、ザクセン選定校、フリードリヒ1世の娘カタリーナと結婚した。 二男二女が生まれたが、息子はいずれも成人に達せず創生したため、アルブレヒト・アヒレスが相続人となった。ヒカタリーナ本作戦。ありがとうございます。